10月10日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、アジ自慢の時間がやってまいりました。もう早速ですね、種子島の方とですねお電話がつながっております。はい、株式会社レイメイ代表取締役、美濃茂照美様です。美濃茂さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、種子島の今日の天気はいかがですか？はい、今日の天気はとても良い天気でですね、はい、今夕日に白い海、あの波がキラキラと光っておりますよ。はい、あ、いいですね。はい、実は私もですね、種子島の南種町出身なんです。はい、あ、ロケット基地のですね。そうなんですよ。はい、はいはいはい、わー、嬉しいです。美濃茂さんのところはですね、はいはい、あの安納芋を中心にですね、はい、生産者の方々何人かお、はい、あの集まりまして、はいはい、農業法人を作られてるんですよね。そうです、はい、はい、それで、はい、安納芋とはって皆さんですね、安納芋って、はい、有名だよね、甘いよね、美味しいよねっていうお話は皆さん聞くんですが、はいはい、その安納芋とはということでですね、ちょっとお話しいただければと思うんですが、安納芋とは、はい、まあ、安納、うん、昔から伝わるですね、はい、あの私たちは人参芋だとか栗芋だとか、もう20年くらい前はそんな風に言ってたんですけど、はい、最近はあの名前をあの登録されてまして、安納紅とか、はい、安納小金、安納紅、安納小金ですね、ゴールドとか、はいはい、があの鹿児島県が進められている品種になっております。はい、はい、これはですね、はい、種子島ならではのお芋かと思うんですけども。そうですね、はい、はい、種子島に、初めて伝わったのが辛芋という名前で伝わったかと思うんですが。そうですね、はい、はい、辛芋と言います。辛芋と言いますよね、はい、でこれは中国の辛の方から伝わったものですから辛芋という話だということを伺ってるんですが、はい、でこれがですね、この安納芋がどうして安納地区に根付いたのかというのをですね、はいはい、美濃茂さんの方からお話しいただければと思うんですが。あ、根付いたっていうか、なんか、はい、私たち の, あのこう地域の話ではですね、はい、なんか戦争に行って、はい、種子島のふるさとで食べた、はい、あの安納芋っていうか辛芋ですよね。辛芋ね。辛芋によく似た味のものが、はい、どこかルソン島あたりにあったらしいんですよ。はい、その苗を中園なんとかさんっていう方が、芋の名前なんですけど、その方が持ってこられたの安納の方で、はい、それが現在の安納芋になったっていうように言われてますよね。なるほどですね、はい、昔からあった芋なんだけど、はい、そのルソンから持ってこられたのと、交配されたんじゃないですかね、だんだん。あ、なるほどですね。改良なった、自然となったというか。あ、そうですね。その安納地区というのはですね、はい、朝日がカンカンと照りますよね、当たりますね。そうです、朝日が早いし、はい、で、夕日があんまり当たらない、ちょうどこう東海岸だもんですから、はい、あのすごく住みやすいんですよ、はい、夏は海風で涼しいし、冬は季節風が当たんなくてですね、はい、だから安納芋、美味しい芋、いいのがずっと残ってきたんじゃないかなと話してます。そうですか、はい、種子島はミネラル分 の, あの土壌だということ で,、うん、で隆起した島ですよね、はい、隆起の島ですよ ね, そうですよね、はい、海がすぐそばですので、はい、もうしょっちゅ う, こう台風の時なんか、うちのこの事務所なんかも、もう、はい、海水がいっぱいかぶるくらい、海の水が、はい、大地に染み込みますので、はい、やっぱそのミネラル分の恩恵っていうんですかね、はい、おかげをいただいてるんだと思います。はい、そうですね、はい、で今ですね、はい、私のこの目の前にですね、安納芋が、はい、実は先日ミッドタウンで、はい、イベントをした、なさいましたよね。その時にですね、そうなんです、その時にですね、ご子息さんがいらっしゃってまして、そのお芋、はいはい、お世話になりました。いやいや、もうね、はい、とってもね、楽しそうに売ってましたね。そうですか。もう皆さんにご案内してましてね。で、私もちょっとだけお手伝いをさせていただいたんですが。お手伝いいただいたそうですね。聞いております。ありがとうございました。とんでもないです。もうね、はい、種子島のこととなるとね、やっぱしね、私もね、もう嬉しくなっちゃいまして。うん、はい、もうついついね、言葉が過ぎるくらい喋ってしまうんですけども。ですね、はい、
同じ思いです。ありがとうございます。そしてね、この安納芋というのは、はい、その今ちょっと可愛らしいまだサイズのものなんですが、はい、でこれ今は採石なんですよね。今掘ってる採石、今はですね、実はあの十三里というのはさつまいもの別名なんですよ。十三里、はい、はい、それは栗よりうまいということで、はい、栗より 9+4 は13ですよね。はいはい、で十三里ということでさつまい芋の日が10月13日なんです。10月の13日、日本は、はい、芋の日、芋の日なんです、さつまいもの日なんですよ。だからもうこれでちょっと今注文がどんどん来てますので、はい、今までいっぱいこう1ヶ月くらい掘って貯めとった分を、はい、今出荷で大あらわなんですよ。そうですか、はい、芋というのは、はい、掘りまして、はい、1ヶ月から1ヶ月半ぐらい眠らせるって、はい、これ下げ芋というのをなさってるんですね。はい、はいはいはい、昔からの保存法なんですけど、美味しい安納芋を種子島に来た時に、はい、お隣さんからいただきまして、もう本当びっくりしたんですよ。あまりにも美味しくて柔らかくてですね、はい、で感激してシュートがもう感激して喜んでくれたもんですから、はい、それからがきっかけなんですけど、あ、そうですか。やっぱり熟成しないと、はい、そこまで甘くならないんですね。ならないんですよ ね、 なるほどですね。ちょっと時間がかかるんですよ、はい、それと今ね目の前に干し芋があります。はいはい、はい、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、この干し芋2種類あるんですけども、はい、はい、芋マロンですね、はい、芋マロンと安納ですね。そうです、そうです、はい、はい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 、この芋マロンと安納芋っていうのはこのものが違うんでしょうか。もうはっきり言うと、品種がですね、安納、もともと私たち人参芋だとさっき言ったように言ってたのが、ね、はい、安納芋に安納紅っていうふうで登録されたんですよ、はい、と私たちが栗芋だと言ってた、もう大事に大事に取ってきた、うん、すごく掘りたては硬いんですけど、はいはい、もう4ヶ月も5ヶ月も経って、はい、遠足シーズンですね、4月ぐらいの、その時の遠足芋だとかですね、花見芋だとか私たちが言ってました、栗芋をなんか聞いてみると紅さつまが派生して、はい、そんな風になったんじゃないかと調べてみると言われたんですけど、試験場で。そうですか。それを栗、栗芋、なんていうんですかね、マロンのような芋だということで、はいはい、甘みのある、はい、はい、ということでつけたんですよ。はい、そうでしたか、はいはい、で社長はですね、はい、熊本から嫁いでらっしゃったんですよね。はいはい、はいはい、で種子島に来てなんか感動したことがあったというふうに伺ってるんですが、嫁いできたというか、はい、主人も熊本でですね、仕事できまして、はい、こっちで今流行でアイタンっていうんですけど、アイタンですね、はい、27年前にアイタンしたんですけど、はいはいはい、もう本当種子島に惚れ込んで、住み着いたわけなんですよ。あ、なるほど、はい、嬉しいですね、はい、もう本当すごいんですけども、これこそ種子島じゃなくてもできるかもしれないけど、私が思い込んでる種子島の一番素敵なのは、はい、満月の時なんですよ。満月、はい、はい、それも海から上がる瞬間を見てほしいんですよね。水平線から上がる、水平線から、はい、はい、ぼーっとこう、まあ、お盆のようなっていうと、はい、大きなフルムーンがですね、まだ夕方のこう上がる時、黄昏時で、空の青さが残ってるんですけど、それの時少しずつ少しずつ海水平線から上がってくるんですよ、はい、そして水平線上にどういうわけかこう丸いのがポンと音を立てて乗るような気がするんですね。あら、すごいです ね、 ね、私も種子島の人間ながらね、うん、残念ながらそれ見たことないんですよ。夕日はね、そうなんですね、夕日は何度か見てるんですけどね、目と耳の錯覚かも分かりませんけど、うん、なんか本当に静かな時間でですね、はい、瞬間ポンとこう優しく自分の耳に響いて、はい、なんかサンリオのキキトララがありますよ、いらっしゃいます、いらっしゃいます、知ってます、はい、はい、お船に乗って、自分に向かってこうムーンロードが伸びてくるのをそこにずーっと耳をこう澄ますとこうリン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 と鈴の音が聞こえてくるような静かな時間の中で、はい、
寄せてくるっていうんですか、はい、向かってきてくれてるような気がするんですよ。あ、なるほどですね。ぜひですね、もう見たいですね。ね、はい、1メートルぐらい水平線上くっつきが上がったら、はい、それからが見物なんですよ。そうですか。オレンジ色がぼーっとしてたのが鮮やかなオレンジ色に変わって、はい、さらに1メートルぐらい登ると、はい、黄色、みんながして都会でも見られる満月ですね、はい、あの黄色に輝き始め、はい、そしたら海の波がキラ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 と反射を、その月を反射するんですよ、はい、で一面が光る海に変わり、はい、その中にオレンジ色のムーンロードができてですね、はい、それは自分に向かって伸びてくるんですよね。あ、いいですね。オーシャンビューのログハウス種子島海の家っていうのをやってらっしゃるんですよね。はい、はい、はい、コテージをしてまして、はい、ぜひサーフィンのメッカと言われる金山海岸の敷地内で、一棟貸し切りのログハウスコテージを8棟貸し出しをしております、うんうんうん、はい、もう青々とこう盛り上がった太平洋がもうすぐそばですので、うん、ぜひですね、お問い合わせ等をお願いしてよろしいですか。例えばお芋が欲しいとか、はい、その安納の干し芋が欲しいという方のですね、はい、ためのお問い合わせ先をお願いしてよろしいですか。それはあのインターネットのホームページがありまして、はい、W3つ、はい、www.の、はい、海の宿、海の宿、UMINOYADO ですよね、はい、海の宿 .com でそこに載っておりますので。わかりました。はい、はい、海の宿、.com、こちらの方までお問い合わせいただいて、はい、そのオーシャンビューのですねログハウスの、はいはい、もう予約もできますし、はいはい、予約もできます、はい、安納芋欲しいとか、この干し芋が欲しいとか、はいはいはい、こういうのでぜひですね、はい、お問い合わせをいただきたいと思います。でまだまだですねお話をお伺いしたいんですが、ちょっとですねもう時間がなくなってしまいまして、はいはい、おしゃべりしまして、はい、すみません。いやいや、そんなことないです。もうね、まだまだお話をお伺いしたいと思いますので、はいはい、ぜひまた今度はスタジオの方にですね一度来ていただいて、はい、ね、お話をいただきたいと思うんです。わ、はい、かりました。はい、もうね嬉しいです。ありがとうございました。とんでもない、とっても嬉しかったです。ありがとうございました、ね、種子島に伺ったらですねぜひお邪魔させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。